3コースは3号艇の桑原、インコースからは1号艇の鈴崎も行きますが、まずは1周1マーク、1番の鈴崎が逃げて3番の桑原がまくり寿司に構えます。バックス位置へ入ってさあ前の競り合いですが、インこらえたか1号艇鈴崎、1周2マークの攻防です。2マークは3号艇の桑原が先行体制、この1着で得点率は 6.60 になります。3号艇の桑原優が先頭。明日も精一杯頑張ります。お願いします。コースは1号艇西山、2コースは2号艇新田、1周1マークへ向かっていきますが、インコース1号艇の西山、外は2号艇新田が握って、内側からは3号艇の松井、4号艇寺本の向正面に入りました。さあここは押し切った1号艇の西山が先頭に出しました。さあここは高額のチャンスものにしました。1号艇西山隆弘が勝利へと向かっていきます。もっと笑顔、もっと笑顔、もっと笑顔。いや僕のピークは今日でおしまい。皆さんオラに力をくれ、頼む、明日がピークになるように頑張ります。5コースから5号艇の地雷がコースタートを放っています。1周1マークへ向かっていきますが、インコースからは1号艇の峰、1マークを先制体制、外は3号艇吉川、内から6号艇の菊池、バックスレッジへ入っていきます。さあここは押し切った1号艇の峰が先頭に立って3点進先行、先頭は1号艇の峰龍太がインから押し切っての勝利、昨日に続いて連勝ゴールが見えてきました。本当に皆さんのおかげです。ここまで来れました。明日もしっかり、派手に勝ちたいと思います。世界中からまた応援よろしくお願いします。頑張ります。新田選手1号艇、西山選手1号艇、よっしゃ、お願いします。